花子ちゃん。中学の時の ALT が一緒に日本に来てた奥さんとの間に赤ちゃんできたからアメリカに帰ることになった。ザック大好きな私は友人と朝早くに駅に見送りに行ったんだ。その時に初めてザックの赤ちゃん見たんだけど、もう本当にエンジェルだった。So cute! とか Lovely! とか言ってたらザックもうデレデレ。そのデレデレ顔でその赤ちゃんのミドルネームは花子なんだよと教えてくれた。そんでその時に、漢字は本当に素晴らしいよ。一文字であらゆる意味を表現してくれる。花子もたった二文字で花のような女の子、可愛らしい子、可憐な子と表現している。この子にぴったりだ、と話していた。花子なんて子、実際に出会ったことないけど、素直にいい名前だと思えたよ。本当に花みたいに可愛くて、明るい笑顔の赤ちゃんでした。いつかザックが花子の由来を教えて、その子も日本に興味持ってくれたらな、なんて思った日から、もう6年近く経ってて笑った。きっと今もザックは花子ちゃんにデレデレなんだろうな。日本びいきの話じゃないけど、思い出して和んだので。これをきっかけにいろいろ思い出したんで、また機会があれば話そうと思う。ただうなずいていただけ。昨日、焼き鳥屋に行った時に外人が2人、日本人が2人のグループがいた。ここの焼き鳥は塩が〇〇さんで、振り加減が絶妙でうんぬん。いやいや、この店こそタレ。開店以来の20年ものでうんぬん。みたいなこと話していた。ちなみに日本人2人はただうなずいていただけだった。